スピードスケート全日本距離別選手権22日、M-WAVE 女子 500m が行われ、18年ピョンチャン五輪女子 500m 金メダリストで、このレースを最後に現役を退く小平奈緒、相沢病院、子が出場。37秒49で優勝した。2位は38秒18で高木美帆だった。これで本当に現役をやめちゃうの？体調が万全ならまだまだやれるって引退を撤回してほしいんだけど。高木美帆との2大看板で日本のスケートをまだまだ引っ張ってほしいよ。残念です。でもひとまずここでお疲れ様。この先も後進の指導等でご活躍されることを期待しています。小平は会心のレースを終えると右手を握り小さくガッツポーズした。青と白が貴重のワンピースで登場した小平。今月初旬に行われた会見では、これまで歩んできた道のりや経験がその一本のレースに凝縮されると思う。共鳴する空間をみんなと一緒に作りたい。その時どんな空気になるのか私自身も楽しみにしたいと話していた。この日の前売り券は完売。例年にないほど多くの観客が詰めかけ、満員の観衆が配布されたハリセンや拍手で応援。感動をありがとうと書かれたボードを持って、小平が見せる最後の 500m を見守った。優勝が決まると、笑顔でウイニングラン。日の丸や、なお、ありがとうのうちわが揺れる様子を感慨深そうに見つめた。会場でのインタビューでは、本当に夢にまで見たこの会場で滑ることができ、幸せでいっぱいです。画面で見た時より、人のぬくもりを感じました。この会場が温かく包まれるような感じでした。今朝、アップで滑る後を追うように拍手が流れ、背中を押される感じでした。皆さんの顔を見ると涙が流れるので、レースに集中しました、と感無量の表情で話した。五輪では10年バンクーバー大会の団体追い抜きで銀メダル。4年前のピョンチャン大会 500m では、日本女子初の金メダルを獲得した。主将は勝てないジンクスも破った。1000メートルの銀メダルも手にしている。500メートルでは16年から37連勝の記録も樹立。今も500メートルの日本記録36秒47、19年を持つ。17年には1000メートルで日本女子初の世界記録1分12秒09当時をマークした。W 杯は昨年12月の1000メートルを制し、通算34勝。神の領域の人と称す清水の日本最多勝利数に並び、自身も同じ領域に足を踏み入れた。小平は今年4月に、今年10月の全日本距離別選手権の 500m を競技人生のラストレースとすることを決意いたしました、と表明。ショーの後、応援して見守っていたファンは、ソーシャルメディアで次のような感謝のコメントを寄せていました。国立大学在籍出身ということで、注目されなかった選手を応援してきた相沢病院にもありがとうと言いたい。決してライバル選手よりも恵まれてはいなかった環境で切磋琢磨し、実績を積み上げてきた小平さんは、アスリートとして人として素晴らしい方でした。これからも患者さんを含めての病院関係者や地元長野に大きな貢献をすると思います。お疲れ様でした。優勝おめでとうございます。優秀の美化。結果論だけだとまだまだ活躍できそうですけど、ご本人が一番ご自身の心身の状態を把握していますからね。ご本人の意思を尊重し、今後のご活躍を祈念しています。トップ選手が引退と聞くと、何かもったいない気がしてしまいます。何かお考えがあるのでしょう。スケートという競技に、選手として非常に大きな貢献をしてくださったことに感謝いたします。お疲れ様でした。ライブで見ていました。優秀の美とは、まさにこのことであった最高のラストランでした。人に気遣い、思いやる。今日もその一面を見せてくれた小平さんは、素晴らしいアスリートです。今日までの感動と喜びを本当にありがとうございました。
この先の幸多き人生を歩んでください。本当にお疲れ様でした。現地で見ました。小平奈緒選手はツイッターでも時々いろいろなことをツイートしていたけど、この1週間は更新もしなくてラストランに集中しているのが伝わってきました。有終の美を飾ることができてよかったです。逆に引退するのが惜しいと思ってしまいますね。昨日の中継でもものすごいトレーニングを積み、身体のキレがすごいとあったので、優勝も納得です。こうなると、北京冬季五輪前の故障が残念でなりませんが、有終の美を飾れてよかったです。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。ライクして下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。